マウンド上は星野、2回にこの原のタイムリー、そして江川のタイムリーで2点を取られています。この中日巨人1回戦の早くも2点を取られました星野ですが、この回もトップの2番の河野にセンター前にヒットを打たれましてピンチを迎えていますが、キャッチャーが両チームともスライド先発をしてまいりました。中日が星野、そして巨人中日の先発星野、去年はジャイアンツに5連勝しました。まあ、マウンドで仁王立ち、えいやっとこう気合を全身にね投げ込んできた星野に、王女監督も去年は完全にこの星野に気合負けをしたと荒川さん話をしてるんですよね。そうですね、今日はその気合がちょっと不足してるんじゃないでしょうかね。まあ、気合っていうかね、もう今日なんですね、その人にタイミングが合ってるんですよね。これはもうあわやホームランかという痛烈なライナーがレフトのスタンドの方へめがけて一直線なんですね。江川には本当に当たってない人がこの星野から打っているというそういう感じがします。いや、これをねうまく切り抜けるとですね、今度はねジャイアンツのバッターがねこんな球なんで打てないんだろうというような形になるんですよね。だからここらでジャイアンツ山倉は最初のバッターボックス、2回の表はフォアボール。キャッチャーの中尾がだいぶ神経を使わなきゃいけない。矢沢が出てくる。さあバントの構えから引っ込みました。フライとショートゴロです。3回目、早くも3回目です。じゃあ探りを入れて振ってくれ、いや江川の出来から行きますとね、ここでまた1点が入るということになりますと非常に重みを持ってきますんでね。そうですね、ファースト矢沢よく抑えました。捕手が先発するはずでした。しかし小松はご承知のように右足付け根の筋肉の挫傷ということで戦列を離れて一つポイントになると思うんですけどね。あれ、あの小松が故障を起こしてから星野の気持ちの盛り上がりというもの、これはもう素晴らしかったですね。俺が行くんだというそういうものをやっぱり前面に出した、今の川村さんのお話の通りなんです。しかし荒川さん、今日のピッチング、おっとこれはバットかヘルメットか、はい、4回まで2点に抑えてるわけですからね。そうですね、だからいつでもいい。中畑ツーベース、そして原もタイムリーヒットを打っております。際どいところということを話しているわけですけれども、はい、そうですね、まあそんなようなつもりで今日は投げてるんじゃないですか。セカンド田之倉、開きを強制したそうですけれども、ああそうですか。この試合からまた新しいバットを使っておりますけれども、ええ、まあ、ようやく今シーズン11打席目、あ夢に今シーズン初ヒットが出ました中畑ですが、な気にもなることあるんですが、星野は全くそれ一球なりともないですね。ツースリー来てなませんからね。これは平凡なライトフライです。打ちました原、ものすごい近いところです。試合前にあって開くワンボールナッシング、さあどうか、先っぽです。風が強かったのでそれ以上に寒い感じがしますね。そうですね、はい、まあ、この星野の継投時期というのが一つのポイントになります。手に持っていきたいところだと思います。ゲームは後半の6回です。バントの構え、ちょっとランナーが出過ぎている。これは強肩な、その翌日の試合は欠場する予定だったそうですけれどもね、天の恵みといいますか雨が降りました、中止になりました。山倉です。